なんでそんなことをしようと思ったか真剣にわかんないけど、とめ、ことめ、ことめこ、高校、男がやらかしてくれた。母の日に義実家に行った時、ドカーンという音にびっくりして外に出てみたら、私の車が派手に壁に衝突していた。詳しいことは知らないけど、運転席に肥料の袋が山と積んであったから、なんかの仕掛けでも作ったのか？ニヤニヤ見てる三人。ことめこくんがエアバッグ作動してるところ、どうしても見たかったんだって。私、消火器を一度使ってみたかったんですよね、と、台所、居間に噴射し、特に、ことめのブランドバッグには念入りに吹きかけ、ことめの車に乗って帰ってきました。です。その後どうなったか詳しく。報告者。その後、私の車は、旦那に任せっきりにしてるので、よく知らない。あの後帰ってから、相変わらず、あんたのお母さんと妹はおかしい。と怒鳴り散らしたので、平誤りで処理しに行きました。でも、明らかに故意なんで保険は難しいらしい。まあそうだよね。それで、新しい車を、うととことめ旦那が、折半で買ってくれることになりました。来週くらいに納車予定です。それまで、ことめの車を使ってくれと言われたので、飾りを全部撤去し、掃除したついでに、荷物なくしちゃったけど、別にいいよね。まあ、他人の車で事故るとめんどくさそうなので、玉ねぎでも保管しとくことにしました。